サイヤング賞投手なのになってね失礼ですけど思ってしまいましたけどもね、中4日でね、中4日でした、はい、第1球はストライク1、はい、なんかそっちの方が登板間隔少ない方が、まあ、あのかなりね投げ込んできてるんで、はい、体力もついてきたと思うんですけどね、うんうん、そうですね、だから間隔が少ない方がもしかしたらバウアーいいのかもしれないですよね、はい、どうぞ斉藤さん。いいですか、すいません失礼します。岸潤一郎なんですが、はい、昨日今シーズン初の一軍昇格でいきなり、いやねえ、答え方がまたいいですよね。本当ですね、ボールカウント1。でもシーズンが終わる頃にはどんな当たりなのか誰も覚えていないよ。ヒット2本という記録だけがいつまでも残るからいいのいいのと返答して、2人のその場の結論としては、ああいう詰まった当たりの2安打の方がピッチャーにはプレッシャーになったはずということで落ち着いたそうです。なるほど、うん、はい、なるほど、というその通りです、はいはい、文化放送斉藤和美アナウンサーから情報が入ってまいりました。今もう一回一塁牽制球、やっぱりピッチャーは逆に言うと、まあ、ピッチャーからすると打ち取ってるっていうことになるんですよ、うん、にもかかわらず、はい、まあ、あの高いとかですね、はい、甘かったっていうのはありますけど、それでヒットになったと、だからやはりピッチャーの後悔の方がっていうの方が大きいんで、はい、はい、第3球はインコース高め、どうでしょうか、バットは回っていない投球ボール、はいはい、すごいこうピッチャーからすると、ああ、だめだなとか、うまくいかないなとか、ランナー出しちゃったなとかですね、悪い方悪い方に考えやすいですよね。あ、はいはい、ということは、やはり相手に嫌がられる選手への第一歩かもしれませんね、ああいう打球が打てるかどうかというのは。そうです、まあ、まあ、わざと打ってるわけではないと思いますけどね。もう一回一塁牽制球、はい、でもああいうのってすごく大事ですよ、はい、まあ、初めてね、こうやって上がって最初がフォアボールで次がヒット、ヒットと続いたと、こんな素晴らしい出足ってないじゃないですか。あ、そういうことでしょうね、はい、だからそれをこう自分の自信にね変えてね、はい、これは積極的にいった結果だというふうに思うんだったら、今日も積極的にいっていいと思います、ね、第4球打ちました、はい、ピッチャーの左ショートが自身ボールを取りました。一塁へボールを送球します。一塁アウトになりました。一塁ランナーは二塁に到達。打ってきました。打ってショートゴロ、ダブルプレーを取れませんでした。今スタートピッチャー、いや、エンドランですね。エンドランですよね。エンドランですね。あのライオンズからしますとね、はい、なかなか得点が取れない。そうですね、得点能力が上がらない、まあ、こうやって動きを入れながらね、まあ、流れを良くしていくっていうことでしょうね。